東京グルーヴ女子です。 Hello everyone, we are 東京グルーヴ女子。グルーヴ東京は私たちグルジョのライブ&トーク番組です。コロナでライブの機会が少なくなり、ツアーもできない環境ですが、皆様にグルジョの今を伝えられたらと思い、この番組を企画しました。本日は東京の三軒茶屋のライブハウス、グレープフルーツムーンからお届けしております。 Thank you for watching this YouTube program. Please enjoy our gig and talk from Tokyo. はい、ということでまずはグルジョのメンバー紹介からしていきたいと思います。 I'm going to introduce the member of Tokyo Group Joshi. まず on drums and vocal Mimi. Hello everyone, my name is Mimi. And you? And on keyboard and vocal Emmy. Hi, my name is Emmy. My performance wants to convey passion. Thank you. And on bass, myself, Rina. はい、メンバーのですね、詳しいプロフィールはオフィシャルウェブサイトの東京グループ女子 .com の方にありますので、そちらをご覧ください。If you want to know more about the members' profile, please visit the official website. はい、ということで1曲目にお送りしたのはロニー・リストン・スミスのエクスパッションからタワー・オブ・パワーの What is Hippie のメドレーでした。 The first song was a medley from ロニー・リストン・スミス Expansion to タワー・オブ・パワー The What is Hippieグルジョは70年代80年代のかっこいいグルーヴ曲を、カバーをよく演奏します、はい、We often play covers of cool groove songs from the 70s and 80s。 はい、というわけでですね、次に演奏する曲はグルジョのデビュー曲になります、ジャズの名曲のラウンドミッドナイトですね。そちらを Pieces of a Dream さんのバージョンでお送りしたいと思います。Next song is our debut song, famous jazz number Round Midnight in a version of Pieces of Dream that we respect. はい、それではぜひ Round Midnight 聴いてください。
ありがとうございます。おかげさまでグルジョは、国内外たくさんの方から YouTube チャンネルの登録をいただいております。もうすぐなんと1万名様です。すごい嬉しい、はい、ということで SNS を通していろんな問い合わせもありますので、今日はそんなグルジョへの、質問にお答えしたいと思います。はい、題してグルジョ Q&A イエイということで、 Thanks to you we have been subscribed to YouTube channels from many people in Japan and overseas. We will soon reach 10,000 people. We receive various questions through SNS. So I would like to answer such questions today. Yay! じゃあ私の方から質問しちゃおうかなということで、じゃあみんなに聞きたいんですけど、はい、グルジョでの活動は何が楽しくて、はい、まあ、何が辛いですかということで、はい、What is fun and what is painful about activities as a Tokyo グルジョ氏、はい、じゃあミミちゃんから聞こうかな。はい、グルジョの活動は、うん、そうですね、このメンバーがまずとても人柄もよく最高な美貌をお持ちで、美貌はい、リハから楽しくやらせていただいてます。あと最近音楽監督に、そう、柴田様という、はい、ピアニストが、来ていらっしゃい、来てくださいまして、なんかリハが本当に有意義な時間だなと思って、日々楽しいです。はい、で、辛いこと、うん、辛いというよりかは金子 P がよく課題を課してくるんですけど、同期して歌ってサンバをするみたいな、確かにとか、なかなかハードな課題をいつも出してくださって、そうだよね、うん、なんかそれのおかげですごい成長しなきゃ、成長するきっかけをくださるので、すごいそこが楽しい部分でもあり、ちょっと辛いもはやなんかすごいね、曲芸だもんね。そうですね、そう、辛いを乗り越えて楽しめるようになりたいなっていうのが今の課題です。いいですね、はい、さすが。じゃあエミさんは、楽しいことはですね、そうですね、みんなで作り上げていくというか、そう、そういうのがやっぱ楽しいなって思っています、はい、で、そう、辛いのは言わない、Okay. そう、それはなんかね、そうだよね、そうじゃあ、はい、そう、あとはね、頑張るっていうか、もういい演奏を、まあ、自分したいですよ ね、そう、はい、そうなんですということです、ま、ではりなちゃんどうですか。私はですね、まず楽しいことといったら、グルジョはなんか2パターンあるんですよね。3人でやるパターンと、うん、サポートの方をたくさん入れてやるパターンがあるんですけど、最近私とミミちゃんが遅れて加入したんですけど、そこからはずっとその3人でってことあんまりやってこなかったですけど、うんうん、ここ最近はずっとね、この3人でグループ作るってことやってて、それがここのとこハマってます。やっぱ少人数楽しい、まあでもサポートが入ってくれたらそれはそれで楽器も全然違うし、みんな楽しいんですけど、で辛いことは、まあ、見ていただいて分かる通り、私ベースたくさん持ってきてるんですよね、そのジャンルに合わせてで車で来なきゃいけないんで、帰りお酒が飲めないっていうところですねもう終わったらすぐ飲みたい、なんならライブ中から飲みたいけど、演奏するから運転するし飲めないっていうところかな。じゃあ2問目に行きたいんですけど、影響を受けたミュージシャン行こうかな。じゃあ Who are the musicians affected? じゃあミミちゃん影響を受けた人。はい、私はですね、カレン・カーペンターズがラブです。そうだよね、そう、歌いながら叩くっていうのと、あとラディックを使ってるんですよね、カーペンターズの、はいはいはい、彼もだからもう全部影響を受けて、うん、めっちゃ真似してます、はい、なるほど、なるほど、そうでした。カレン・カーペンターいいです。じゃあエミさんは。私はコリー・ヘンリーというオレガン奏者がいて、もうその人がすごい好きで、うん、めっちゃでもね、1、2年前ぐらいからその方を知ったので、もうその影響をもう本当もっともっともっとなんかもう受けたい。あ、うん、
そう大好きなそうアーティストです、はい、ということでリナちゃんはどうですか。私はですねそもそもファンクとかジャズよりもフュージョンがすごいもともと好きなので、うん、その海外のベーシストのアダム・ニッチさんとかも結構その手数って感じの方も好きなんですけど、うん、あとは外国だけじゃなくて日本のジャズミュージシャン、日本のずっとバーとかで働いたりしながらたくさんジャズとかを聴いてきたので結構その国内ミュージシャンにも影響をいっぱい受けてます。でなんかねずっと国内ミュージシャンってあんまり動画上げてくれてなかったりしたんですよ、うん、それがこのコロナ禍でじゃん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 みんなライブを上げ放題になってるんでここ最近はそれを楽しく見させていただいております。じゃあそんな感じで、私たちの、はい、まあ、なんかちょっと質問コーナーだったんですけど、はいはい、次の曲は、うん、新メンバーになってジャズトリオ曲も取り上げたということで選曲しました、はい、ウェザーリポートのブラックマーケットをアコースティックウェザーリポートバージョンでお送りいたします、はい、The next song was selected to because we wanted to become a new member Black Market by ウェザーリポート。We will performing in it in the acoustic weather report version. はい、では聞いてください。weather report バージョンのブラックマーケット。Thank you.
ありがとうございます。お送りしてきましたグルジョの YouTube 番組グルーヴ東京いかがでしたか。はい、楽しんでいただきますか。はい、How was the YouTube program グルーヴ東京。最後の曲の前にライブインフォメーションです。はい、はい、ライブインフォメーション before the last song。 はい、はい、5月から7月に3本のライブが決まってます。まず1つ目、5月23アイオンカーニバル in 日比谷で、野外フェス日比谷公演を行います。はい、はい、で6月20日にブルースアレージャパンで演奏します。はい、こちら憧れのブルースアレなので本当にドキドキワクワクですね。やったやったですね。はい、で次に、7月17日にまたこちら、グレープフルーツムーンさんにて、ジュナ帰省ライブスペシャルライブを行いますので、詳細は Facebook ウェブサイトをご覧ください。はい、ではですね、もう次でなんと最後の曲になってしまいました。はい、早い。最後の曲はですね、アメリカン在住のグルジョの初代ベーシスト瀬田純奈が作詞作曲してくれたグルジョのオリジナル曲をドラムのミミちゃんのボーカルでお送りしていきたいと思います。 The last song is an original song composed by Juna Seita, the first bassist of Tokyo Groove Joshi, whose country lives in the US. We will be performing Mimi vocals. ということで、はい、じゃあ最後はみんなで Tokyo Groove で終わりたいと思います。では聴いてください、 Tokyo Groove。I was always crushed by the crowd. Sometimes dressed the guys show up in front of me like a knight. Every guy, every time, every day, every day, every day, there is no something special. Oh, I need.Situation. We never say no.
です。それでは見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. Thank you. 東京グループ女子でした。See you next.